教会に行ってバーバラさんに見てもらった方がいいよ。衛兵の巡回路を避けていたら、まさか君たちに出会うとは。闇夜の英雄？そんなダサい名前、まさか君がつけたのか？はあ？本人なのに知らないのか？今、このモンドは闇夜の英雄の話題で持ちきりだぞ！くだらない噂話だ。まあ、平和であることの証拠でもあるのか。ひひ、これで闇夜の英雄の謎が解けたな。それでさ、闇夜の英雄さん。その名で呼ばないでくれないかな。いたたまれない。だよな。闇夜の英雄はダサい。もっとロマンある名前にしよう。せせ正義の味方だ。正義の味方さん、一体何があったんだ。アビス教団だ。またあいつらか。最近何やら悪巧みをしているようでね。何かを探っているようだ。この間何度も僕が阻止したというのに、まだ諦めないとは。ああ、もう一人の闇夜の英雄とやらがいなければの話だが、騎士団には役に立たない奴が多すぎる。安心して背中を預けられるわけがない。昔のことだ。話す必要はない。君たちの話し相手に付き合ったんだ。一つ頼まれてくれないか？あ？なんだ？僕の正体を内緒にしてくれ。特に、騎士団の人間には僕の行動を知らせるな。あれ？今、何か音がしなかったか？アビス教団の援軍か？ただの雑魚だ。君でも簡単に倒せるだろう。雑魚どもに僕の歩みを止められては困る。ここは頼んだ。秘密を守る剣も忘れるな。ではまた。ミュージックスタート。バーバラ、行くよ。行くよ。